夜も更けてまいりました。ご近所の迷惑にならぬよう音量を大音量でお楽しみください。愛気づいてください。僕が抱きしめてあげる窓に宇宙せつな空生まれ変わるメロディ。壊れてしまったバランスが崩れた手探りさえすぎる席が震えた。目を閉じてごらん、どこまでも行こう。鮮やかに奪われた君が叶えない愛に気づいてください。僕が抱きしめてあげる恋に落ちる切なさ。おはよう。沢村さん。藤山くん、まだ名前覚えてないの？ダメだよ、そんなことじゃ。いいえ。そりゃ転校して間もないから仕方ないけど、マサルくんとばっか喋ってないで、もっとクラスのみんなとも馴染まなきゃ。それに、ほらマサルくんって結構。いいえ、もう行こう。何喋ってんのよ、あんたは。なんでさ。マサルくんとばっかり。まずいな。ひょっとしたら僕、マサルくんの親友だと思われてるかも。ってことは僕まで変態扱いされてる可能性は高い。現に今のもう一人のこの態度はとても怪しかったし。あ、そうだったら友達100人だと夢のまた夢だ。こりゃ早いとこまともな友達を救っておかねば。くそ、全然消えん。ダメだよそれ、完璧優勢だもん。しばらく髪下ろしてごまかすしかねえよ。ちくしょう、憎いぞ花中島。あいつはやめとけよ。あいつ花中島の友達だぜ。なんでしょう。なんでしょうじゃねえんだよ。おい石黒、うっせえ。俺はムカついてんだ。花中島の代わりにぶっ殺す。恨むんなら花中島を恨めよ。待て、まさか。そのくらいにしておけ不良ども。どうしても殴りたいのならこの俺を殴れ。いらせんじゃねえよ。誰だよてめえ、でしゃばりやがって。なんてやつらだ。ちょっと言ってみたかっただけなのに本当に殴るなんて。でも後悔なんかしてないぞ。なぜなら俺は今最高に輝いてる男だから。勝負だ悪党ども。すっきりした。なんか得したよな。本当だな。この人は。あの、すいませんでした、僕のせいでひどい目に。いや何、全然大したことないよ。我が高校の空手部師匠として当然のことをしたまでさ。困っている人を助けるのは空手部員の、いや男の使命だから。男の使命。そうだ、君も男なら空手部に入れないかい。あ、いや僕はあの。いいじゃないか、入ろう。そうだ入ろう、ぜひとも入ろう、今すぐ入ろう、今すぐに。俺としたことがつい取り乱してしまって。いえ無理やり入部させようだなんて男のやることではないな。ここは一つ男同士腹を割って話し合うべきだろう。申し遅れまして、僕は空手部の主将近藤正彦だ。よろしく頼むぜ。あ、藤山お米粒です。こちらこそよろしく。 お米粒。素敵だ。なんて男らしい名前なのか。いやそんな。どういう字かちょっとここに書いてくれないかい。はい、藤に山でお子は。これ入部届けじゃないですか。ずるいですよこのやり方。ずるい。確かにその通りだ。いくら部員が欲しいからってこんな汚い真似を。俺は卑怯者のクズ男だ。そんな値を笑うがいいさ。こんなにショックを受けるとは。せっかくフレンドリーな雰囲気だったのに。何かあったんですか。実は空手部はもう廃部寸前なんだ。え、部員がどんどん辞めていってね。3日前にとうとう俺一人になったんだ。それで部の廃止が決まったんだが、1週間以内に5人の部員を集めるという条件で延期してもらっているのさ。それでそんなに必死に。でもなぜ急に部員が減ったんですか。3ヶ月前、あの男さえ現れなければ誰も辞めなかっただろう。あの男。恋のシグナル赤信号、危険な香り。ゲッチュゲマサル君ガッチョ悪。
マサル。思い出すな、あの頃。ところで僕はね、ソーセージよりウインナーの方が好き。よう、久しぶり。さすがだな、マサル。普通なら止まるところを突っ込んでくるとは。さすがは俺が見込んだ男だぜ。久しぶりだな、マチャヒコ。そうか、そういやマサル君空手部にいたんだ。ってことは空手部を廃部に追い込んだのはまず間違いなくマサル君だろう。マサル、空手断る。口で言って通じる相手じゃなかったな。マサルへ。待ってろよマサル、もうすぐ書き終わるからな。なんかマチャヒコ君の雰囲気が違ってきてる。ドリフ色に染まってきてる。あ、できたんだ。マサルへ、お久しぶりです。その説はどうも。ところで今空手部は廃部寸前です。なぜなら君がまだ入部したての頃、素人のくせに部員全員かっこ俺以外を倒してしまったから、自信をなくした部員たちは次々と辞めていきました。僕は君は憎い。だが残念ながら君の実力は本物だ。その力を貸してほしい。 See you again。 バイバイか。悪いが空手部に戻ることはできん。俺はもうセクシーコマンドを捨てることはできない。セクシーコマンドとはまた随分マニアックな。いいだろう、どっちが最強の格闘技か勝負だ、マサル。もし俺が勝ったら空手部に入れ。そんな回りくどいことせずに最初からそうすればよかったのだ。全然違うじゃないか。さあどうした、マサル、セクシーコマンドを見せてみろ。セクシーコマンドの恐ろしさ、とくと味わうがよい。いくぞ、しかとその目にやる。空手パンチ空手キック。ふわふわ。おい、どうしたマサル、お前らしくないな。好きだらけだったぞ。己マチャヒコ、卑怯だぞ。こっち来ちゃおう。何、なぜ俺が。なぜ、確かになぜかと言われると俺にもわからん。だがお面ライダーの悪役を思い出してみろ。奴らは悪の軍団であるにもかかわらず好きだらけなのに、ライダーの変身中には決して攻撃したりしないものなら、それはすなわち男の掟、男の証ではないのか。男の証なんてことだ。全くその通りだ。俺は勝つことばかり考えて男の証を捨てたも同然。俺はなんてバカなんだ。人間のクズとも言うべきダメダメ人間の代表だ。あ、好きだらけ、バッツークオリティ。きたらねえ。なんだそれは。ワイの乾杯や。マチャヒコ、ワイがアホやってん。空手部は廃部やろうけど負けてせいせいしたわ。ほんまにすっきりや。バッキャロー、勝負はまだついてないぜ。勝手に諦めるな、マチャヒコ。マサル、また熱い試合をやろうぜ。どうでもいいけど、なんで関西弁なのさ。風民友達100人計画、現状友達ゼロ変態プラス2。さて次回のマサルさんは。お風呂でおならは嗅がない方がいいぞ。じゃあまた。